これより覗き輪に行きます。うわ、奈良の大宮さん行ったらこういうところでこうガチかよ。うわ、めっちゃ怖い、めちゃくちゃ怖い。ちょっとこれまずカバンは置きましょうか、ね、まずカバンは置きましょう。じゃあちょっとここ置きまして、修行する人はここして、行きます。マジでこれつまずいたら死にます。つまずいたら死ぬ。いや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 、いやこれ無理でしょ。怖い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 。見えないよだって。いやちょっとお尻がムズムズして怖いです。これあのこれサングラス落とすパターンですね、これ。いやこれちょっと、でも行くよ、誰かちょっとこれサングラスが落ちそうで怖くて顔出せませんでした。カメラだけしか行けませんでした。出しちゃよかったんですよ。ああなるほど。頭悪い俺。もうやっぱ恐怖心が先に立ってるから、あ寝てみるから怖い。大丈夫、分かった。逆に、うん、分かった。360度でちょっともう一回 見たら、はい、覗きはですけども、今まで僕はここから寝てったわけですよ。あ今ここから寝てったからダメで、こういう風に普通に行ってここまでこう来て、でも怖いけど、でこう押さえて、でこう言っとけばほらほら、あの見えませんけど多分撮れてます。360度カメラ多分撮れてます。もうでもこれ以上怖いから行きたくないですね、やっぱり。ちょっとあのもう恐怖心が先に立って、もう足が